よう、みんな。どうも、浅戸組池東です。寒くなってきたからね、ジャージ、長袖ジャージに着替えたよ。長ジャに着替えたよ。そんだけだよ。はい。それでは今回やるゲームはですね、あ、ごめんなさい。ブイカツやってくっつや、ブイカツやってくっつってもこれあれだもんね。キャラクリだもんね。そんなとこが。では、キャラクリを、やっていこうかね。キャラメイク、女性男性あるんだが、男性にしました。野郎だぜ。どうせ俺は野郎だぜ。さて、まあ、この、ウェイカツなんだけど、なんかね、無料で、スチームで配信されているよ。まあ、V 活動、VTuber 活動をしたい方はですね、こちらで自分のアバター作るなりなんなりっていうかもう始まってんだけどさ。作ったりなんなりして、みんなで V 活しようぜ、つって。こうやってクリック長押し。左クリックこうやる。ぐりぐりもう回せるよね。このアングルは、野郎だしな。別に何も感じないわ。はい。で、これさ、一つ欠点があるんですよ、この V ガス。なんかね、男の子じゃん。微妙に胸があるような気がするんだけど。これはな、どういうことなんだ。実はね、ゲーム上でもなんか V 活のさ、最初の画面の女の子いたじゃないですか。あれがね、あったんすよ。ゲーム上でも。いたんすわ。V 活なんか宣伝してたね、つって。で、ちょっとやってみてんだけど、まあ、無料なので。皆さんも試してみてはどうでしょうかね。うん。おかしくないな、ほら、なんか、女性の胸になっちゃうんだよね。なんかよくわかんないんだよね、これ。肉体美。いいね。なんか女性っぽいんだよな。これは何なんでしょうね。あ、今あれなんだ。白だから見えねえんだ、文字が。なるほどね。自由な生き方。クソだぜクソだぜなー、この T シャツ。まあ、こういうのもできるよ、みたいな。開いてる。あんま嬉しくないね。嬉しくないんだよ。野郎が開いてるよ。よし。柏木、なんて読むの、これ。そう、そう、たなのかな？わかんねえな。アバターはね、このプロファイルで選べるんですよ。ね。こんなにいっぱいいるんだが。あ、実は俺のアバターがもうすでに作られている。俺はちょっと試しに作ったんですよ。ちっちゃ。大丈夫ですね。右クリックで、ね、上下に動かせるぜ。剣持ってんね。剣持ってんねーつって。初体やね。試しに作ったやつなんで。この青い枠でやつは、青い枠のやつは、まあ最初からあるやつなんで、セバスちゃん。セバス。セバスだろ。お前。まあ、ここに悪魔もいたりとか。悪魔で、羊ですから。あくまで羊ですから。大体さ、この顔で決まるんだよね。顔の目とかさ、このアバターで決まるんだよ。俺を出してみるか。なんだかちょっとね、微妙なんだよな。ちょっと微妙なんだよ。
名札がないしね。名札がないので、ヘッドホンはね、つけたんだよ。頑張って。で、やっぱりなんかちょっと女の子っぽいからになってるんだ。俺はよくわかんないんだけど。ね。よくわかんないんだよ。どういうことなんだ。まあ、初期のアレックスさんに戻しましたよ。あれ、アレックスになってる。名前変わったな。で、ここに、まあ、ポージングがあったりするわけなんだよ。女性向けってよくわかんないよ。女性向けってなんだろう。へぇー。腹痛いっつって。腹痛いっつって。腹痛。ご注文は？これは何だ？これ何のポーズ？女性も男性もあんま変わんねえと思うんだよ。何なんだろうね。まばたきしないとかもあるけど。口の表情。あ、刃がある。まあ、元の体作ってみましょうか。誰にしよう。まあ、いいや、これで。いろいろ作ってみますか。どこの王子やねん。なんとか学院みたいな。なんとか学院の、劣等生ですか。違うわ。あれ、普通の立ちポジどこだ。あ、これか。なんか、女性っぽい立ち絵なのよね。顔はね、ここで細かく横に伸びるっていう感じなんだよな。これは何？あ、頭か。多分横にするとわかるか。突ってんね。まあ、ゼロにしよう。これはすごい。ベルトルドじゃん。ベルトルド。まあ、これも、こんなんだっけ？あれ？なんか変わった？まあ、いっか。あ、まあまあまあ。まあまあまあ。まあ、いいや。下、これどこだ？わからんね。ああ。口が前に出る。なるほどね。下、これどこ？ああ、ここだね。このエラんとこか。どうしたんだ？かぶれた？パンパンになってる。さあ。こういう風に、まあ人形とか、闇落ちみたいな。とかもできますよー、つって。これ何？ああ。シワ？おじいちゃん。とかもできる。肌の色とかも変えられますね。肌の色。肌の色？なんでしょ。特に何もない。まあ、気になかったら戻せるから。ここでね。そんなところが、耳か。でかっ。でっかくなっちゃった。耳の形も変えられん？これ何なんだろう。お猿さんっぽくなっちゃう。これはまあ、角度か。ゼロで。お、エルフ耳やないかい。どこのエルフの方？とかもできる。エルフ。人間にしとこう。ハンサム学院みたい。
ハンサム学園みたいになるね、これ。ハンサムだーって。いや、ケツアゴとかになりそうだよ、これ。猪木やば。ハンサム学院でだ。ハンサム学院。ふざけはなしにしましょうか。ふざけ禁止。やべ、戻んなよって。よし。なるほど、あんまり、あれかな。顔はいじんない方がいいかもしんない。わけわかんないから。目玉か。これなんだろう。これは、あ、すごいわ。悪魔だ。俺は悪魔だ。いいね。いいのか。へぇ。いいね。いいよ。いいよ。おぉ。いや、わからん。ここにプリセットがあるので、まあ、色は、こういうのとか、にして、人外好きねー。やっぱ人外好きだよ。そりゃな。うん。白だよ。そうそうそう。そんな感じがね。まあ、微妙よね。ねえ。なんだろう、なんて言ったらいいかな、これは。白でいいんじゃないか。全部白にしてみよう。白眼。あ、ならないね、白眼には。白眼にはならない。なぜ？あ、白眼。これこそ白眼。この瞳の形で、だいたい決まるのでは。これの方がいいかもね、くっきり映ってんもんね。くっきり映ってるからってどうやっていくわけでもないんだけどさ。目の色。目の色。いや、多分これは変わると思うよ。あ、だいぶ変わるね。青目でいいじゃない。青目俺、好きよ。俺のアバターのこの、絵は、グレーなんだけど。グレーでもいいけど、グレーだとなんか、あんま変わんねえ。からな、あんま面白みがない。ここは、あんまり変わんないもんね、こういう人。何なんでしょうね。ここはもう変わらない。ちょっと変わったぐらいか。緑にしてみる。ここはなんか薄めの青。とかにして、いや、わかんねえな。なんかわかんねえぞ。もうちょい、なんかしらの、あれがあればな。ズームとかできなかったっけ？あれ？わかんねえ。まあ、一旦これで、スペース。スペースキーを押すとこんな感じだ。あ、できたぞ。こんな感じです。顔は、イケメン。ドアップすぎやね。スペースキーもう一回押すと、あ、こんな感じ。元に戻る。一応の背景とかもね、変えられんだよね。夕方、バー、どこだ？空。空ってようわかんない。学園とかないんだね。学園の服着てるくせによ。軍人か。いいね。基本的にさ、VTuber やるんだら上半身ぐらいだから、あんま下半身気にしなくていいんじゃないかな。まあ大体こんぐらいでしょ。
見るとしても。俺もそうだもんね。俺もだってこの下は何もねえもん。ちょっと見えちゃって、ね。ズボンとかあんまり気にしなくていいんじゃないかな。でもボトムズあるのよ。ボトムズ。ボトムズのことボトムズって言っちゃうんだけど。キリコ乗ってないよ。変態おじさんだ。下が映んないからってお前、これは、やばいぞ。これも、変態おじさんです。でもおかしいんだよ、って。スカートとかも、スカートとかもこれさ、絶対絶命都市に出てくるキャラは、かよっていうぐらい。気持ち悪いわ。ただの変態に、ただの変態になり下がって。まあね。なし。これはやばいね。袴か。まあ、上羅でも、板にはつくかな。これとかね。これ何これ。地震。なるほど。かぼちゃ、パンツ的な。パンツが見えてる。で、そこは、なんでもないわ。ダメージジーンズ。ダメージンか。ダメージジーンズ俺あんま好きじゃないな。好みの問題です。男性だとインナーさ、下しかねえんだよ。シャツとか着れないんだよ、中に。スポーツ、ティーバッグとか。そんなこだわんなくていいぐらいか、これは。よし。だんだん変態になってきた。あんまりやりすぎるとこ、配信できないから。なるほど。手ぶらつってもなー、なんかこれ、これも地味だろ。なんか正義のヒーロー的なやつない。ないね。いいね、これ。これはいいぞ。これはいいぞ。な感じが、まあ、いろいろいじられる。髪型。ああ、なるほど。まあ、ロン毛の野郎もいるけど。セフィロス。セフィロス？こんぐらいじゃないか、セフィロスつって。こんぐらい。前髪とかある。前髪か、あんな、あーそれっぽくなってきたね。ちょっとセフィロスっぽいの作るか。もう手遅れないような気がする。いろいろ。横、エクステ。エクステはいらねえかな。こんなだっけ。まあまあってとこか。まあまあだな。白にしよう。おお、おお、ちょっとね、グレーっぽいんだよね。違うんだよ。微調整ぐらいできないかな。微調整で。だいたい、そうだな。だいたい、こんぐらいかな。こんぐらいかな。セブイロス。ならねえな。前髪。前髪は、七三的なものがいい。近い。あ、近い。あ、ぽい。ぽいわ。
口の方は笑顔じゃなくて、怒り？こうか。あ、これだな。目の色ってどんなだっけ？目の色がわからない。こんなもんかな。あ、こうじゃね？上羅。上羅ね。あ、なんか、生徒会場見て。生徒会場。次、セクシー路線にある。カスタム。あー、なにこれ。そういうこと。なんか罰ゲームだろ。もはや。ああ、なんとなーく。ああ、これはあれなのか。黄色っぽいよ、今。いやー、ダメか。こんぐらいにしといて、同じやんけ。まあいいや。もとぶつ、ロンパンでいいかな。ロンパン。うん、まあまあ。靴ってあんまね。映んないわ。こんな感じかね。上履き。なんかブーツっぽいのねえな。ないね。なんか、女性ものなんだよ。なんでこれレディースになっちゃうのかね。基本的に、あれなんですよね。女性用が多い。VTuber ってやっぱり女性が多いからさ。アバターにしろ、まあ、男の人が中身女の人ですみたいな人もいるから。これどこだよ。これどこだ？ああ、靴底？全然わかんねえよ。そんなとこかな。これさ、ズボンか？被ってんの？だって短くなってくる。なんでだろう。あ、カーゴでいいか。あれもダメか。ダメだ。なんでそう貫通しちゃうんだよ。あ、これでもいいか。これでいいじゃん。王子です。じゃん。まあ、こうやって適当に作ってもなんだか結構、いい感じには作れるみたいですね。ねえ。イケメン。強くてイケメンができたので、これをセーブすることができる。キャラ保存して、名前か、名前、ランダムにしようか。ハルキ、リョータ、トーマ、セフィ、ロスにしよう。名前なのか、それは。かすみ白鳥、りんたろう。白鳥、りんたろう。で、AB 型にしよう。ちょっと、相性はあり。
リンリンにしよう。リンリン。リンリンになってしまった。これはね、VR を使うと、いう設定かな。通常はね、こんな感じでいいか。はい。できたらここで、このキャラ保存と消去ってやつで、これで新規保存。それと、この、こいつを取って、保存と。したら出ますね。白鳥凛太郎くんが出ますね。はい、そんな感じです。V活をやっていく。ちょっと戻って、今度女性をやってみようか。今度はね、女性を作ってみましょう。実は女性の方がいっぱいいんだよね。この優遇の差よ。優遇の差よ。こういうの何なんだ？これさ、どうやって作るのこれ。この周りのロボ的なやつにどうやって作るの？難しいね、これ。何に使うのこれ。何に使うんだよ。まだこっちの方が需要がありそう。で、普通ではないけども。こういうケモノとかも作れるのね。ケモノ？ケモノ道に出てきそうなけど。なんでもないっす。ケモノ道実は、あれなんですね。このスバの作者さんらしいですよ。このスバの作者さん。気が強そうな。エルフの騎士ってどこかな？どうなのかな？プリンセスエルフ。なんか目がな。ポツンみたいな。明らかに狙っている。ああ。まあ、ノーマルか。これさ、どういう設定でこんなちっちゃくできるんだろう。っていうかわかんないんだよね。無理だ。おか。なんかオペレーターみたいな人。オペレーターの、ゆきひです。ゆきひじゃん、どうかね。あと、ひよげ、これ結構多いね。女性キャラの方が多いの、これね。これ、ケモナー2みたいな。これ猫の顔とかどうやって作るんだ？これとか？これとかな？メガネ、メガネっ子。いろいろありますね。イービース。イービースくん。アンジェラだね。アンジェラかな。こういうキャラ、フレームアーブスかな。フレームアーブス。スカイガールズとかに出てきそう。ですよね。てかこれ、俺が作ったんですけどね。趣味悪いの作ったね。これは私が作りましたよ。そんだけです。大事に作っただけですよ。何が作ろう。女性ね。標準的なのはどれなんだ。やっぱりこの子なのかな。これかな。見た目、佐々木作、作ちゃん？VTuber。まあ、まこた、めめめさん。
と気が強い感じ。なんだろうね。こっちだと慣れだし。これにしてみようかな。どうなんだこれは。普通とは言えんの。まぁ、ちょっとやってきますけどね。ツインテールはなかなか似合いますね。あ、そうだ。アクセサリーとかもあるんですよ。いろいろ。これさ、部位によって出るのが違うので、まあ、頭というか髪の毛のところで頭だと帽子の類が出てくるんだけど、ネタが多いんだよな。この猫。うなぎなのかなこれ。うなぎ。うなぎが頭についてる女ってどういうこと、まあ普通だ。ゆり坂崎ぐらいしか見当たらないぜ。こんな鉢巻きつけてる女性は。まあね、こういうのがあるよね。角。ハニストの人か。ハニストの人？パトラさんか。パトラさんは、もうちょっとだろうね。頭に戦艦乗せてん。艦これがない。アズレンの人。ここにヘッドホンがあるんだよね。俺のはね、こっちにしてあるんだよ。より高性能の密着型ヘッドホン。ヘッドホン少女も、まあ、なかなか、なかなかって感じ。なかなか。これわかんなくなるんでしょうね。一応、なんだろう俺にして、俺にして、前髪なのか、これは。エクステっぽいね。ああ、これか。これをなしにし、なしじゃなくてもいいか。こうやるか。もうちょい、もうちょい。色を濃くします。で、この脱ぎ下ろ帽子を。白っていうのもいいね。いいねーって。キモいな。自分で言ってたらキモいな。さて。これなんだ？何もなってなくない？まあいいよ。クソダザー T シャツ。着物とかあんだね。アイドル。あ、なるほど。保健員的な。ただの次女ただの次女に、学ラン着てる女性。ボーイッシュ。番長が。こういうキャラもいるね。まあ、無難な、こんぐらいかな。足を、これなんでシマシマなんだろう。シマシマのこのチェックが入ってるからね。この柄とかもあるんですけど。まあ、いらねえと思うわ。んーで。なんか魔法使い的な感じにしよう。
はあ、かっこいいね。はあ、かっこいいね、とか。かっこよさを求めてるわけではないのだが。ああ、いい感じ。なんか柄とかあった？ないよね。柄ないもん。これは、これは、どうしたらいいんだろう。革のベルトっぽいね。いや、これで。こんぐらいかな。次、目の色変えよう。なるほど。そういうこともできるか。目にして、完璧闇落ちしてるよ、これ。さあ、こんな感じかな。あ、なんか、エクステしてんのか。なし。シールゲっぽくしようとしたんだけど、失敗だな、これは。どうしろいんだい。え？奥さん。ぴょんぴょーん。こういうキャラではないね。なるほど。こんな感じかな。あその他ってなんだろう。ハイライトか。髪の毛のツヤな。靴。いや、ローファーでも。ローファーでめんどくせえ。で、こんな感じかな。こんな感じでした。名前、山崎、あや。萌えなのか、これは。アリスさん、アリスさん、いいね。ひだ。かんな、長瀬アリサ、長瀬アリサ、いそうな名前なんだけど。そしたら A 型にしましょう。12月って感じだね。12月の24日が。こんな感じで。で、セーブ行きましょう。新規。ザッ。もうちょいこうぐらいにしようかな。で、どうぞ。速攻で作ったけど、まあいいだろ。アンジェラで。そんな感じだぜ。で、まあ、作ったやつはこのルームってところをやるとですね。あ、これは VR はないとちょっとできないんですけど、まあ、あとはカメラ。カメラでできますよっていう。カメラだとまあできるよ。ウェブカメラとかあればできますんで。実際にこのキャラを動かせるんですよね。じゃあ、
林太郎さん、林太郎さん決定。まあいいや。まあ今、ウェイスリグにカメラ使っちゃってるから、動かせねえんだ。そんな感じだわ。はい。そういうわけですな。戻ってきたわけだよ。これで、まずこのキャラがいたんす。東京ゲームショー。これはお兄さんっていう設定らしいですね。はい。このキャラ作ろうと思いたいんだけどね。作れんのかね、これ。どうなのかしら。じゃあ最後にします。仕上げ。よっ。じゃあこれを、ちょっと待ってね。よー、みんな。こいつになるとぜー。つってら、まあこれはね、フェイスリーグに、移し替えましょう、みたいなやつでやったんすわ。今後ともね、このアバター使って、ね、やっていきたいとは思っておりますぜ。こんな感じだぜ。まあね、名前は、名札は自分で書いたんですけどね。まあこれを使ってアバターを作るっていうのもいいかもな。ね、口がちょっとでけえのが気に入られんだよな、これ。はい。まあ、そんな感じでしたよ、って話です。新規大広め。あ、ごめんなさい。新規大広めでした。元はこいつなんだけどね。はい。それではね、今回はこの件にしておきたいと思います。皆さんはね、V カツを使ってアバターにするっていうのもいいかもな、と思いますよ。それでは、後の声でお待ちしております。バイバーイ。